皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、豊臣秀吉の政治についてお話しします。織田信長が明智光秀に撃たれて、ね、死んだということを知った豊臣秀吉、当時中国地方で毛利と戦っていたんですけれど、大急ぎで和睦して京都に戻ってきます。ね、家臣の中で一番最初に戻ってきて明智光秀を倒します。そして織田信長の後継者になりました。後継者になった後も敵対する勢力とずっと戦いは続いています。そんな中、1583年に大阪城を建てました。この大阪城を建てた場所というのは、信長が戦った一向一揆の本部だった、ね、石山本願寺、この本願寺があったところに大阪城を建てたんですね。で、1585年には関白になり、1586年には太政大臣になって、天皇から豊臣という姓を与えられます。それまでは豊臣秀吉じゃなかったんです。羽柴秀吉と言っていました。その前は、ね、木下藤吉郎だったんですね。木下藤吉郎、羽柴秀吉、豊臣秀吉、ね、こんなふうに名前が変わっていきました。1587年、宣教師を追放する命令を出しますが、これ南蛮貿易は奨励していたんですね。ですからこのため、この命令あまり効果がありませんでした。秀吉はまず最初、キリスト教、これを認めていました。しかしこのキリスト教が全国を支配する妨げになる、邪魔になると分かると、これ布教禁止ということに出るんですね。で、1590年、ね、関東の北条氏を倒して東北も復従させて天下統一、これが完成したわけです。秀吉がやった政策、有名なもの、ここに挙げてあります。太閤検地、ね、まず最初これですね。太閤検地の太閤というのはどういう意味か、太閤というのは実は太政大臣の継承なんですね。太政大臣になった武士、最初は平清盛、そして、足利義満、室町幕府の三大将軍、それと同じように秀吉も太政大臣になったんです。で、このため秀吉が行った検地、太閤検地と呼びます。秀吉は実際に役人を現地に送って田畑の面積を測量させ、耕作者とか、ね、土地の良し悪し、収穫量、ね、これを検地帳に書かせました。このことによって農民が土地に縛られるようになります。それまでも実は検地ってあったんですよ。それまでの検地は差出検地というもので、農民が自分から申し出るという形をとっていました。このため貧しい人は、田畑を隠しちゃったり申告しなかったりね、それから面積を少なく言ったり、取れ高を少なく言ったりするので、なかなか税がうまく取れなかったんですね。年貢がうまく取れないということで、秀吉は実際に自分の部下の役人を現地に行かせて検地をさせた、こういうことです。この検地、全国検地が終わるまでに10年かかっています。で、2つ目の有名な政策、刀狩りですね。刀狩り、1588年、刀狩り令を出して農民から刀、鉄砲などの武器を取り上げています。これは農民の反抗を防ぐためですね。でも農民にはね、京都に大仏殿を建てるんだと、その釘とか春貝、木屋なんかを止める、道具ですね、これにするんで武器を出しなさいと、ね、仏のためにするんだから、ね、死んだら仏に救われますよと、こう言っています。実際に宝光寺に大仏殿建てました。幅が50メートルくらいあって、中の大仏、高さ19メートルだったそうです。しかしこの大仏殿、地震で一回壊れます。しかし、秀吉の子供の秀頼によって再建されています。
で1591年には人払い令というのを出します。だから武士が町人や農民になること、農民が商人や職人になること、これを禁止しました。つまりこのことによってもう自分の身分を変えることができなくなってしまったんですね。これらの政策をまとめて兵農分離と言います。この兵農分離の政策によって武士と百姓、ね、この身分がはっきりと分かれていった、このようになっています。秀吉、ね、天下統一をしたんでここで満足すればよかったんですけれど、なんとなんと民を征服したい、こんなふうに考えました。このため朝鮮に兵を送っています。これを朝鮮出兵と言います。1552年16万人の兵を朝鮮に送って、最初は日本軍有利だったんですけれど、朝鮮軍に明の援軍が加わって苦戦すると、明と和睦、ね、和睦して兵を引き上げた、こうなっております。しかしその後明が朝貢を求める使者を日本に送ります。朝貢というのは日本に明の家来の国になって、貢ぎ物、お土産みたいなものですね、これを持って挨拶に来なさいという、こういう使者を秀吉のところに送ったんですね。これで秀吉はもう激怒します。そして1597年に朝鮮に14万人の兵を送るんですけれど、これはとても苦戦するんですね。そして戦っているうちに1598年、秀吉が病気で死んで、で日本は朝鮮から兵をどん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 引き上げた、このようになりました。この赤い丸で囲んである部分、テストに出やすい部分なので覚えてください。今回は豊臣秀吉の政治についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。